ちは、コンスピチャンネルのしょうこです。りかこです。私たちの会では、優良な不動産管理会社に与えられる国内唯一の認定資格 AMO 認定不動産管理会社の営業女子が、不動産経営初心者の方に向けて情報を発信していきます。今回のテーマは、初心者必見不動産投資の始め方についてです。この動画を見れば、全くの初心者の方でも、将来に不安のある方も、不動産投資ってよくわからなくて怖いと敬遠している方も、不動産投資の概要が完璧に理解できます。それでは始めましょう。まず、不動産投資を始めるメリットを6つご紹介します。1つ目、不労所得が得られる。2つ目、生命保険の代わりになる。3つ目、高利回り。4つ目、節税対策になる。5つ目、安定している。6つ目は、インフレに強いです。除去のようなメリットが不動産投資にはたくさんあります。さらに、投資なのに金融機関からお金を借りて、まあ自分のお金を使わずともローンを組めたりとかするのが一番大きな違いです。次に、デメリットを3つご紹介します。1、流動性が低い。これは売りたいと思った時に今日の今日ですぐ売れるわけではないからです。2、金利の変動。不動産投資用ローンは固定金利はほぼほぼなくて、変動金利となっています。3、修繕費や空室や家賃の下落といったことも頭に入れておく必要があります。メリットデメリットに関しては違う動画でも話しているので、合わせて見ていただけたらと思います。大前提として、不動産投資は勉強してから購入することをお勧めします。今はインターネットの記事や、このように YouTube などの動画などで学べる環境がたくさんあります。これらのツールを上手に使って、基本的な考え方や知識をつけていきましょう。残念なことに、不動産業界はまだまだグレーな部分が多く、悪徳な業者がいることも事実です。不動産投資を始めたからといって誰でも簡単に稼げるわけではないので、必要以上にお金を取られたり失敗をしないためにも、不動産業者を見極めていく必要があります。メリットだけでなく、リスクも話してくれるのか、周辺の環境などどこまで話してくれるのかも一つのポイントになるかと思います。不動産は購入したら終わりではなくて、相談をしてから購入売却をすることまでしっかりと見てくれる業者さんがいいかなと思います。全てを鵜呑みにせずに、気になるところ、わからないところはきちんと質問して、問題を解消してから購入していきましょう。なので、焦って買うのは絶対ダメです。物件や購入する方の属性によっても、どれくらいローンが出るかは変わってきます。物件価格の1割から2割ほどは自己資金として準備をしていくことが必要になってくるかなと思います。いい物件はすぐ出てくるわけでもないですが、結構実はタイミングも大事だったりします。タイミングを逃してしまわないためにも、事前準備として貯金をしながら勉強しておきましょう。勉強って言っても、何を勉強すればいいかわからないっていう方も多いのかなと思います。内容としては、メリットデメリットの理解はもちろん、不動産投資の仕組みや運用方法、金融機関の融資や自分に関係してくる税金などは特に勉強が必要です。年間たくさんの方よりご相談いただきますが、今のようにバリバリ働くことがずっとはしんどいから、やっぱり本業とは別に収入を確保したいだとか、あとは節税をしたいとか、預金があるからうまく運用したいなど、皆様それぞれの目的や目標があって始められる方が多くいらっしゃいます。このように、不動産投資で大事なことは、目的や目標を明確にすることです。自分がどうして不動産投資を始めたいのか、将来どのようになっていきたいのかっていう軸を決めていくことが大切です。そうやって軸を決めていくことによって、自分にとっていいものなのか、そうじゃないものなのかっていうのを決めていくことが可能になります。本日はここまでです。聞きたいテーマ、ご意見ご感想はコメント欄へ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。